ッツアップ YouTube。 どうも、ソーシュミュージックです。はい、ということで本日なんですけども、まあ、こちらにですね、まあ、ちょっとスニーカーの箱をですね、まあ、並べてるわけなんですけども、本日は僕が今年ゲットしたスニーカーをまとめて振り返っていきたいなと思います。ちなみに僕が今年ゲットしたスニーカーは全部で21足でした。普通に考えて買いすぎっすよね。まあ、これをちょっとゲットした順番に振り返っていきたいなと思います。まず今年一発目にゲットしたスニーカーはこちらですね。ほい、はい、こちら。まず今年一発目にゲットしたスニーカーはこちらのナイキエアグリフィーマックス1でございます。まあ、こちらは僕自身小学校の頃からずっと野球をやっていまして、まあ、野球がルーツのスニーカーってあんまりないじゃないですか。まあ、こちらはケン・グリフィー・ジュニアのシグニチャーモデルなんですけども、まあ、小学校の頃からですね、ケン・グリフィー・ジュニアに関しては知ってましたし、かっこいいなと思っていた選手の一人でした。まあ、これが今年の一発目のスニーカーです。これ20足も一遍に紹介するの結構かかるかもですね。はい、ということで今年2016年2足目に買ったスニーカーはここの箱ではなくこいつです。見覚えありますか皆さん。まあ、なんていう名前かもわからないんですけども、まあ、ザラで買った、ザラブースト750とでも言っときましょうか。なんかツイッターかなんかでこれの画像が出てまして、あ、なんかおもろいのあるなと思って、まあザラに、行ったらあったので、なんか面白いなと思ってネタで買ってきました。一回も多分履いてないんじゃないですかね。ただむちゃくちゃ軽いんですよね。まあ、ただなんで買ったんやろなっていうのは未だにあります。はい、ということでどんどんやっていきましょう。で、今年3足目ですね、に買ったスニーカーというのが、あ、一番下ですね、よいしょ。はい、こちら、ナイキエアズームフライトグローブでございます。まあ、こちらはですね、まあ、今年の2月に、ゲットしたスニーカーやったかな、なんですけども、まあ、動画にもちょろちょろ出ていただいております T ロー。その T ローの企画で、まあ、バスケ企画をやった時にですね、まあ、そのバスケに合わせてゲットした、スニーカーですね。まあ、バスケの時しか履いてないので、まだ1回しか履いてないんですけども、まあ、バスケの思い出がある一足ですね。はい、ということで続いて4足目ですね。はい、4足目に関しては、はい、こいつ冗談ですね、冗談コーナー。まあ、これだと箱でもわかるんじゃないですかね。ナイキエアジョーダン4レトロ OG セメントでございます。まあ、エアジョーダン4に関しましてはリリースされたのが、まあ、僕の生まれ年というか、1989年、平成元年なんですけども、まあ、同じ年、同い年ということでですね、まあ、エアジョーダン4自体の形もすごい好きですし、あと今回ヒールのところがナイキエアになっているということで、もうこれも ABC マートの抽選でゲットして結構もう履いてますね。まあ、これはかなり気に入っている一足です。はい、もうパンパンやっていきましょう。で、続いて5足目ですね。はい、5足目にゲットしたスニーカーはこいつです。はい、はい、こちらナイキエアフォームポジットプロピュアプラチナでございます。まあ、こちらはイージーカラーのですね、まあ、ポジットシリーズということで、まあ、第3弾で、出てきたポジットですね。まあ、これも ABC マートの抽選で、まあ、ゲットしたんですけども、確か並びはそんなに多くなかったんじゃないかなと思います。確かこれは ABC マートに B と並んで、まあ、2人して、ゲットできたスニーカーですね。まあ、これに関してはもう BB はイージーカラーの、ポジットは3足持っているんですけども、まあ、僕は1足だけなんですけども、まあ、今後、まあ、機会があれば集めてみたいかなとも思ってます。6足目はどう、また一番下、はい、こちらナイキエアマックスビッグウィンドウ OG でございます。まあ、こちらはですね、僕らの周りのハセと、中地さん、CRD ですねが履いてるのを見まして、うわ、かっこいいな、かっこいいなと思って、もう僕自身なんですけども、エアマックスシリーズの中で多分1位2位を争うぐらい形はめちゃくちゃ好きです。まあ、これに関してはもうアウトレットとかにも出てたので、まあ、不人気のモデルだったのかなっていう感じではあるんですけども、まあ、僕自身はめちゃくちゃ気に入ってます。はい、ということで7足目がですね、これも僕が結構気に入ってるやつです。こいつです。はい、はい、こちらナイキエアトレーナークルーズブライトクリムゾンでございます。こ
こちらは去年のですね、確か10月とかそれぐらいからでしたっけ。一番最初にレッドがリークがありまして、その後、海外では、1ヶ月ごとの、リリースだったんですけども、これも今年の3月とか4月でしたかね、にやっと日本で、まあ、このブラック、が、リリースされるということで、まあ、こちらに関してはですね、そのリークが出た時からもう形がかっこいいなと思って、まあ、欲しいなと思ってて、で3月でか4月ぐらいでしたっけに、まあ、リリース、日本でもあるということで、これは確かアトモス新さ、新さ橋じゃない、梅田のアトモスでしたっけ、に並びに行ったんですけども、並び自体はですね、僕を含めて3人4人ぐらいでしたか、っていう感じだったんですけども、これもめちゃめちゃかっこいいですよね。まあ、これもお気に入りの一足で、まあ、他のカラーっていうのもですね、まあ、前色、ちょっと集めようかなとも思います。8足目でいよいよナイキ以外ですね。これステューシーバンズ OG スケートハイ LX でございます。まあ、こちらに関してはまあ僕自身の好きな、ステューシーとのコラボのスニーカーということで、まあ、バンズ自体もあの好きだったんですけど、なかなか手出せてなくて、まあ、ステューシーの8ボール、が、可愛いなと思って、これはネットかな、ヤフオクかなんかでゲットしたかなと思います。確か、まあ、僕自身が好きなステューシーとのコラボっていうのと、まあ、あとはずっとナイキにハマってからですね、ナイキばっかり買ってたんですけども、それ以前はバンズもちょこちょこ、まあ、あんまり詳しくはなかったんですけども、まあ、温泉とか、いろいろ入ってて、まあ、久々のバンズということで、まあ、スケートハイに関してはずっとかっこいいなかっこいいなと思ってたんですけど、買ってなくて、まあ、ようやくゲットした一足でした。はい、と続きまして、これがですね、一番下、ナイキエアマックスゼロユニバーシティレッドです。まあ、こちらはエアマックスゼロのナイキ ID が出てちょっとしてからでしたっけ、すぐじゃなかったと思うんですけども、まあ、ちょっとしてから、まあ、遊ぶ動画もちょっと作ったんですけども、まあ、エアマックスゼロ自体ですね、まあ、欲しいなと思ってて、まあ、ファーストとセカンドのカラーリングに関してはゲットできなくて、で、まあ、ちょうど赤のスニーカーが欲しいなと思ってて、で、まあ、ナイキ ID も始まったということで、まあ、今回これを作りました。でこれも中地さんですね、CRD が、まあ、ファーストを持ってまして、まあ、履き心地がむちゃくちゃいいということを、まあ、言ってまして、ちょっと期待して、注文したんですけども、これも結構履いている一足ですね。で、続いて10足目、折り返し地点ですね。10足目にゲットしたスニーカーが、アウトレットで、ゲットしたバンズ、はい、こちら、まあ、ステューシーエアマックスと同じくスケートハイなんですけども、まあ、アウトレットで買ったバンズなんですけども、まあ、このバンズスケートハイですよ。まあ、シュプリームポジットとですね、まあ、同じデザインになるんですけども、まあ、なかなかスケートハイで、まあ、バンズのスニーカーで、まあ、ここがゴールドだったりとか、なんかこういう高級感のあるスニーカーって、まあ、少ないかなと思うんですけども、まあ、それでまあアウトレットでまあ販売されてたということで、まあかっこいいなと思ってゲットしましたね。本当にちょこちょこしか履けてないんですけども、やっぱり久々に出すとかっこいいですね。まあ、アウトレットに関してはちょっと今年はちょっと全然行けてなかったので、まあ、来年1月とか2月にはですね、まあ、ちょっとみんなでスケジュール合わせていければなと思ってます。はい、続いて11足目、これはですね、日本未発売のモデルです。ナイキエアトレーナークルーズラッシュブルーです。まあ、日本ではですね、エアトレーナークルーズのブライトクリムゾン、がリリースされたんですけども、それ以外のカラーリングっていうのはリリースされなくて、ね、ラッシュブルーかっこいいなと思ってて、なんとか日本で発売されないかなと思ってたんですけども、ちょっと発売されなくて、まあ、これに関してはヤフオクっすね、ヤフオクで買ったんですけども、やっぱね、クルーズのこの形というかがやっぱり個人的にはですね、まあ、好きなんですよね。まあ、これとですね、まあ、海外では、まあ、数は少なかったみたいなんですけども、赤が、リリースされたサンプルかなんかがリリースされたみたいな、らしいので、まあ、ちょっとその赤もですね、ちょっとゲットしたいですね。7月はですね、スニーカートータル7、4足、ゲットした月なんですけども、これはちょっと思い入れのあるスニーカーです。ナイキエアモアアップテンポオリンピック2016です。
まあ、僕自身はですね抽選外れましてゲットできなかったんですけども、あのビビがあの僕のサイズの、まあ、モアテンをですね、まあ、買ってくれて、で、まあ、僕に譲ってくださった、思い入れのある、まあ、一番今年ゲットした中で一番思い入れがある一足じゃないですかね。もう本当にビビには感謝です。ここでアディダスです。はい、こちらアディダスオリジナルス NMD-R1 ブラックアウトです。まあ、NMD に関してですねもう人気だったんですけども、僕自身ゲットしていなくて、これのリークが出た時、これ、まあ、こういろんなね、まあ、文字が書いてあるわけなんですけども、リークが出た時に、あ、なんかデザイン面白いなと思って、で、オンラインかなで注文買おうかなって思ってたら、まあ、ちょっとゲットできなくて、で、まあ、まあ、翌日ですね、店舗昼過ぎぐらいに、まあ、ちょっと見に行ったら一足だけあって、で、ちょうど僕のサイズやったんですよ。まあ、これに関して、まあ、その店舗に行った時にも、まあ、サイズも一個だけあって、まあ、ちょっと前日、まあ、気になってたっていうのもあったので、まあ、ちょっと NMD、まあ、一足ちょっと買ってみようかというところで、ゲットした一足です。で、あんまり履けてないっちゃ履けてないんですけども、やっぱ NMD 軽いし履き心地がすごくいいですね。まあ、アディダスもね、まあ、ちょっといろいろ攻めたいなというところはあるんですけど、なかなかね、ちょっと攻めれてないっていうのがまあ現状ですね。はい、ということで続きましてはこれですね。はい、はい、この箱、まあ、懐かしいなと思われる方もいらっしゃると思うんですけども、こちらもモアテンオリンピックでございます。こちらもですね、モアテンオリンピック、なんですけども、こちらは2012年に、復刻されたモデルです。こちらもですね、まあ、ビビの、知り合いがですね、まあ、欲しい人を探してまして、で、まあ、僕は、ちょっとゲストさせていただいて、まあ、モアテンオリンピックに関しては2足ともですね、まあ、ビビが絡んでるということで、まあ、これも思い入れのある、まあ、1足ですね。で、まあ、2012年のバージョンと、まあ、2016年のバージョンの比較動画も出させていただいたんですけども、まあ、ここの、文字のズレが少ないとか、まあ、細かいところの、まあ、チェックもできたかなと思います。で、続きましてゲットしたのがジョーダンのどれだ、まあ、ジョーダン 5OG のメタリックシルバーでございます。まあ、先日シューレスの、まあ、動画も出させていただいたんですけども、これに関してはですね、確かディグさんとアトモスに並んだんでしたっけ。で、抽選ではですね、ちょっとこれに関してはゲットできなかったんですけども、まあ、その後オンラインの方があの時はなんかサーバーがエラーを起こしてたかなんかで、まあ、ずっと待機中というか、待ってる状態だったんですけども、1時間しばらく経ってからですね、ゲットできた一足です。まあ、AJ5 に関してはですね、まあ、シュプリームと、ジョーダン5も持ってたんですけども、やっぱりこれもですね、ヒールがナイケアになっているということで、もうこれもですね、まあ、なんとかゲットできた、思い入れのある一足です。やっぱこのボリュームある感じがいいっすよね。これが何足目、15足目ですか。これも思い出のある一足です。はい、こちら AJ7 のオルタネイト、まあ、オリンピックカラーということなんですけども、まあ、通常の、AJ7 のオリンピックの復刻というわけではなくて、まあ、ちょっとオルタネイト版ということでなんですけども、まあ、これは、ABC マートでの抽選に、まあ、並ばせていただきまして、まさかのですね、まあ、抽選1番を、ゲットした、一足です。まあ、ここからですね、ちょっと抽選に関しては連敗がちょっと続いてるんですけども、まあ、抽選、まあ、1番で、まあ、ゲットできた初めての、まあ、一足でした。まあ、抽選で1番っていうのもですね、まあ、なかなかないですよね。はい、ということで、続きましてが、まだこれも AJ シリーズです。AJ11 のクロージングセレモニーですね。まあ、パテントレザーが、まあ、ゴールドになっている AJ11 なんですけども、まあ、僕自身 AJ11 をですね、ずっと欲しいなと思ってまして、まあ、去年ですね、まあ、72.10 がゲットできなくて、まあ、それ以降、まあ、11が日本で、あのチェリーとか出てたんですけども、まあ、日本ではリリースされてなくて、まあ、これは確か抽選自体はほとんど並びはなくてですね、確か抽選をしなくても、まあ、ゲットできた一足だったかな、確か ABC マートで。
まあ、ゴールドのね、まあ、スニーカーっていうのもなかなかないので、まあ、ゲットできてよかった一足です。はい、続きましてこちらエアジョーダン3のサイバーマンデーです。まあ、こちらに関してはですね、毎月、恒例の1日にですね、毎月欲しいよと思ってるスニーカーでも、当時、欲しいスニーカーで上げさせていただいてたんですけども、その時にですね、まあ、東京の動画を出させていただいたと思うんですけども、東京の方に、行っておりまして、まあ、並びに参加できなかったんですよ。で、まあ、ちょっと、欲しかったけど、まあ、しょうがないなと思って、で、裏腹か。で、行った時にですね、アンディフィーデットさんに、お邪魔させていただいた時なんですけども、まあ、ラスト1足、残っていたということで、まあ、なんとか1足ゲットできた、スニーカーですね。ここ最近なんですけども、まあ、プライベートというか、まあ、動画回してない時、になるんですけども、まあ、一番多分これがここ最近では一番履いてるスニーカーなんじゃないかなと思います。で、続きまして、はい、これがですね、これも思い出の、はい、こちら、この箱わかりますかね。はい、こちらエアフォースワンのリフレクティブカモです。こちらは、まあ、東京で行われてたあのアトモスコンでもですね、展示されていたスニーカーで、まあ、いろんなスニーカーの雑誌とかにも載ってて、で、当時、カモのエアフォースワンっていうのがいろんなカラーが出てて、まあ、ID もスタートしたということだったんですけども、まあ、このソールの、まあ、黒のやつが、まあ、かっこいいなと思ってて、で、まあ、僕の好きなリフレクティブということでですね、まあ、アドモスさんの方でゲットさせていただいたんですけども、やっぱりね、履きじわがやっぱり全部がリフレクティブなんで、ちょっとパキっていっちゃうのがね、ちょっと気になるところではあるんですけども、まあ、カモ、自体は好きなので、まあ、ゲットできて、よかったかなと思います。続いてこいつですね、エアジョーダン3王子のトゥルーブルーでございます。まあ、2ヶ月連続でですね、まあ、AJ3 の、ゲットさせていただいたんですけども、まあ、こちらもですね、ヒールが、ナイキエアになっている、モデルということで、まあ、これに関してはですね、まあ、当日のその朝からの並びっていうのに、まあ、参加できなくて、まあ、昼から、まあ、行った店舗に、行ったんですけども、まあ、なんとか、数もあってですね、並び自体も少なかった、ようです。で、まあ、定価自体がですね、これが2万7000円かと、かなり定価も高かったので、まあ、あまりみんなが触れなかったというか、ゲットしなかった、一足で、まあ、ゲットできてよかったかなと。で、やっぱこれの思い出とすれば、そのエミネムがですね、なんかのジャケットやったかな、なんか、で、まあ、エミネムが履いてて、まあ、かっこいいなと思ってて、まあ、ゲットできて、よかったかなと。最近でもね、気に入ってる一足の中の、うちの一つなんではないでしょうか。AJ3、AJ4 あたりもね、そのごつすぎない感じっていうのがちょっとかっこいいなと思ってます。まあ、このヒールのね、ナイキエアも、トータル今年で AJ4 と AJ5 のトータル3足、ゲットできたんですけども、これが20足目でしたね。はい、で、ラストの一足、まあ、今月、まあ、12月に、紹介させてもらったんですけども、これまあ、リーボックの、初めてのスニーカー、まあ、リーボックのクエスチョンミッドです。まあ、リーボックのスニーカー自体ですね、僕は生まれて初めて、買ったんですけども、このスニーカー自体を知ったのがですね、まあ、僕もフォローさせていただいている、Twitter とか Instagram もフォローさせていただいている方がですね、これを買ってまして、うわ、しっぷいなと思って、まあ、買おうかなと、思ってた時に、まあ、指令の方から、リーボックの、クーポン券をいただきまして、まあ、それでちょっと安く、ゲットできるということ で、オンラインを見たらこれもですね、全然サイズが残っていたので、まあ、なんだかゲットできてよかったなと。まあ、これに関しては、まあ、コメントでもいただいていたんですけども、まあ、アレン・アイバーソンの、まあ、シグネチャーモデルということでですね、まあ、バスケの、プレーであったりとか、まあ、そういったところも勉強して、プレーを見て、まあ、バスケの勉強とか、という形になるんですけども、まあ、勉強していきたいなと思った一足ですね。はい、ということで、まあ、トータル21足、まあ、普通に考えたら買いすぎっすよね。中には久々に出すスニーカーもあったので、ちょっと久々に履きたいなと、思うものもあったので、
まあご覧いただいている皆さんもですね、こういうのをやってみるのもありなんではないでしょうか。まあなかなかこんないっぱい買う人もね、まあ、なかなかおらんすよね。まあ本日なんですけども、ご覧いただいている皆様、今年トータルでスニーカー何足ゲットされましたか。まあもちろんね、あのスニーカーに関してはその足数っていうところではないんですけども、まああの振り返ってみてですね、まあ何足ゲットしたかっていうのがあればですね、ぜひコメント欄の方で教えてください。いやー、増えたっすね。ここにあるだけで20、まあこのザラブーストも入れますけど、21足でしょう。まあ普通に考えたらありえないからですね。まあ LINE に関してもスニーカーは買い続けていくと思うので、まあどんどん増えてはいくんですけども、まあ楽しいっすね、スニーカーは単純に。はい、ということでまあ本日はですね、まあ振り返って、見たんですけども、まあ今年ですね、まあ残りわずかということで、まあ皆さんご覧いただいている皆様もですね、また体調崩さないように、だけしていただければなと思います。はい、ということで本日は、今年2016年ゲットしたスニーカーを振り返ってみたでした。本日の動画が良ければぜひグッドボタン、高評価をよろしくお願いいたします。チャンネル登録などまだお済みでない方は、パソコンでこの動画をご覧の皆様はこの右下にある画像をクリック、スマートフォン、タブレット端末でこの動画をご覧の皆様は動画の下にですね、チャンネル登録用のボタンがございますので、こちらを押していただきましてチャンネル登録をよろしくお願いいたします。また Twitter、Facebook、Instagram などもやっておりますので、こちらの方もぜひチェックよろしくお願いいたします。はい、まあ21足、まあ、去年までですね、まあ十数足、っていうところだったんですけども、一気に増えましたね。まあ1ヶ月1足2足ぐらいのペース。買いすぎには注意しましょう。はい、ということでまた次回動画でお会いいたしましょう。 See you later. バイバイ。いつも以上に走れランナガン、夢を追うならマジでランナガン、ガリの総合攻めのランナガン、ランナガン、ランナガン。いつも以上に走れランナガン、夢を追うならマジでランナガン、ガリの総合攻めのランナガン。